スタンドアップ VTV 速報018第18回です。今回は月刊武士ロード8月号の紹介をしたいと思います。それでは今回紹介するのはこちらになっております。じゃーん。今回紹介するのはこちらの月刊武士ロード8月号です。表紙は愛知くんとカイくんがヴァンガードのカードを持っている劇場版のアニメの絵ですかね。ちょっとアニメ、普通のアニメとも違う感じがしますし、コミックスともちょっと違う感じがしますので、この絵の感じは多分映画の絵かなというふうに思います。そして、注目のものがこちらですね。付録オラクルシンクタンク PR カード3枚、あの切り札カードがレギオンにということで、大昼目、そして新バトルシスター参戦ということで、バトルシスターのカードが2枚、でさらにはこちらに僕も君も貼ってしまうと、サイコリアのゾンビシール、さらに、ラブライブバイスシュバルツの PR カードが付録についているようですね。まあ、他にはこのような形になっております。はい、では早速中身を見ていきましょう。ペラッとめくりまして、はい、こちらに月武士の特製サイコーリアゾンビシールが入っていますね。こちらですね。じゃあこちら早速見ていっちゃいましょうか。じゃん。はい、こんな感じですね。こんな感じになっています。これは、逆向きになっているように見えるんですが、これはなんとなんと、まあ切ってこれをこうペタッと貼り付けて、で水をつけてやると、あのタトゥーシールみたいな感じの要領でつくものになっているので、まあ逆向きになっているというような感じですね。だから、まあこの向きで、シールというふうになっています。はい、このものが入ってました。そしてここですね。こちらには、大昼目のレギオンユニット、これアマテラスですね。 CO アマテラス、1弾に出たヴァンガードの第1弾ブースターパックに出たカードですね。 CO アマテラスとレギオンできる、大昼目というカードのレギオンが出ますよと、さらに、バトルシスターのレギオンカードがついてきますよというような形ですね、になっています。そしてこちらが劇場版ヴァンガードの9月13日公開されるこちらの実写超先行カットを極秘入手ということでね、実写版の映画の内容が少し書いてあります。さらにはアニメ版の映画ネオンメサイヤのキャラクター紹介などがされています。そして、こちらは歴代ユニットとレギオンする新たな G3 が5ヶ月連続で月武士についてくるということで、月武士レギオン、月武士レギオン全力プッシュする、月武士はレギオンを全力プッシュするぜということで、今までの、まあ、こちら今回ついてくるのはそうなんですけど、アマテラスとレギオンするユニット、公共の女神大昼目という感じですね。こちらのカードと、さらにもう来月も決まってまして、リビエル、これバミューダトライアングルのカードですけど、リビエルとレギオン3ユニットが出ますよという告知になっています。さらに、オラクルシンクタンクのバトルシスターのレギオン今回ついてきますが、こちらさらに来月後はヌバタマのレギオンセットが2枚セットでついてきますよというふうになっています。そしてでトライアルデッキですね。7月11日に発売される、もう来週になりますが、今週になりますが、ガイアールの使うリギオンユニット制裁の青き炎というトライアルデッキ、こちらのカードの紹介であったり、次のページは、決意の呪縛流ということで、愛知くんが使うなんとリンクジョーカーですね。リンクジョーカーのトライアルデッキ、これも7月11日発売のトライアルデッキの紹介、そしてこれは初めをセット版ですねの紹介です。先行収録される、これは8月8日に発売される、ブースターパック煉獄炎舞の先行収録版のカードがつい
てますよというような紹介、こちらのリンク上下の方にもついています。そしてアニメ版の、アニメでこのカードがこのように、活躍しましたよというような内容ですねが書いてあったり、さらにここですね、This is the 海都市記と書いてありますけど、これは何かというと、なんと、ブースターパックが発売されるその8月8日と同じ日なんですけど、 This is the 海都市記 book、 これ海都市記のオフィシャルブックみたいな公式ファンブックっていうのが出るようです。でそこにはなんと、50枚のすぐに遊べるデッキ、50枚デッキ付きということで、レギオンユニットもちろん収録されている50枚のデッキが付いてくると、50枚のデッキが付いてきますよということが書いてあります。まあここがすごい海都市記ブック、3つのポイント、海都市記、海のファイトの奇跡を収録、そして2が、海役佐藤拓也&原作者伊藤明の夢の対談が実現で、3が初めてでも大丈夫すぐに遊べるかげろうデッキ付きということで、こちらの煉獄竜グロースバイルドラゴン、そして煉獄竜騎士ナーゼルというのがついてくるようです。まあ他にも、50枚なんでね、いろんなカードがついてくるんでしょうね。はい、そしてこちらが8月8日に発売される最新ブースターパック、煉獄炎舞の、カゲロウのユニットの紹介になります。まあこれちょっとと見た感じ結構強いこと書いてありますね、煉獄竜ペインレーザードラゴンですか、はい、これはレギオンしたらカウンターブラスト1で縦列全部退却させるみたいなこと書いてありますね。そしてさらにナルカミのブロウラービッグバンナックルバスターというカードですね、こちらのカード、さらにこちらがビッグバンスラッシュバスターという、なんとレギオンクロスライドが出てくるっぽいです。はい、やばいですね。しかも4体同時アタックみたいなこと書いてありますよ。とても強いですね。そしてさらにこちらにはアクアフォースが小さくですけどね、アクアフォースが出ています。さらにもっと小さくなりますが、ゴールドパラディン、リンクジョーカー、ロイヤルパラディン、グランブルー立ち風、グランブルーは今日のカードで公表されてました。ゴールドパラディンの方も少しだけ公開されてますね。こちらのブレード2の方が公開されますね。リンクジョーカーもちょこっと公開されてます。そして、ロイヤルパラディももちろん公開されてました、今のところ立ち風だけは公開されていません。多分そのうち公開されると思いますが、今のところまだ公開されてません。でちょっと見ると古代竜というのが書いてあります。なので古代竜という名称で出てくると思われます。はい、あとは声優の紹介、通信ファイトしようぜ、あ、オリジナルキャラクターのね募集なんかもあって、あとはコミックマーケットのブシロードブースで書き下ろしの特別書き下ろしのなんかカード出ますよ的なものとか書いてありますね。あとはカードファイトパック、まあ人気のカードファイトパックもあるみたいですけど、この神器のカードだったりとか、あとは魔女のシャドウパルディ魔女のカードだったりとかね、人気あるみたいですけど、個人的にはこの古代竜のカウンターブラスト2枚表返すソウルブラスト2枚で、それが結構ね、気になっているところです。あとはアニメ新主題歌の CD が同時登場ということで、そちらにまた初回特典として、PR カードがついてきますよと、エンディングにもついてきますよというふうになっています。はい、で、はい、こちらにですね早速月節だけの超豪華付録 PR カード4枚入りということでこちらについています。まあこれはちょっと一旦置いといて、はい、コミックのヴァンガードですね。うわー、なんか新しいの出てきちゃってますね、いろんなユニットが。はい、そして、光の剣士ヴァンガードガイデン、こちらもうわー、なんか面白くなってますね、いろいろとあります。そしてブシモのスペシャル付録タイトルシリアルコードということで、ブシモのね、アプリケーションのコードがありますね。ヴァンガード対戦、惑星対戦と、禁断召喚サモンマスター、白黒ジョーカーとバウンドモンスターズの、ものがついてるようです。あとはそれの宣伝なんかがあります。そしてこちらバディファイトの、新しく出たカードなんかのね、紹介がされています。トライアルデッキも出ましたしね、
いろんなカードの紹介がされています。この辺はちょっとさらっと進めていきたいと思いますが、まあこちらもね出たばっかりですからね、なんだかんだで、ダンジョンワールドですか、あとはまあ忍びワールドですかね、こちらの2つは今出たばっかりですからね。でさらにブースターパック第3弾ドドド大冒険というのが、出るようです。はい、こちらが、トライアルデッキ第1弾ですね。でこれが第2弾になります。はい、でさらに、バディファイトの爆笑ダブルデッキブックというのでハーフデッキ、がついてくるやつですね。そちらの紹介がされています。あとはカードゲーム、バイス・シュバルツ、ファイブ・クロス、カオス TCG なんかがね宣伝されてます。ミニ版ももちろんあります。そしてここがね意外に楽しいんですよ。これ惑星クレイストーリーね、小説っぽくなってるユニット設定なんかがこの辺載ってますけど、この辺見ると結構楽しいです。はい、でショップファイトのものがバーッとありまして、この辺もコミックがバーッとあります。こんな感じですかね。はい、で先月号はここにですね来月号の、内容がちょっとこう書いてあったんですけど、ここにも書いてありますね。ただ先月号と違って、イラストがないですね。先月号と違ってイラストとにかく書いてないです。ヌバタマの初レギオンセットの収録とは書いてあるんですけど、ヌバタマのイラストないですね。どんな感じになるかちょっとわかる。でもトップアイドルリビエルがレギオンにリバイバル G3 キャンペーンの特別 PR カード&ヌバタマ、初レギオンセットも収録ということになってますんで、さらにちょっとここに注目すると、お待たせしました、ガチお待たせしました、バディファイトの PR カード初登場、しかも2種ということになってます。なので、バディファイト、さらにヴァンガードのカード、さらにさらにカオス TCG のカードもついてくるようで、かなりの枚数ついてきそうですね。はい、来月号もまた楽しみです。そして占いあります。プレゼントのなんかあります、金プロあります、豆芝あります、ゆるききあります、そして安定の餃子もありますということになっております。最後には新しいトライアルデッキの宣伝がありました。はい、このようになっていましたが、はい、注目したいのはやっぱりこちら、月節だけの超豪華付録 PR カード4枚入り、こちらを開けていきたいと思います。開けるのに時間がかかるので早送り。はい、では取り出していきましょう。こちらにははい、これはバイスシュバルズのカードですね。でこちらにはい3枚入っています。はい、では今月のブッシュロードについていた付録はこのようになっていました。まあこちらに、最高レアゾンビシールがあります。そして、こちらですね、じゃじゃーん、宝鏡の女神大昼目があります。効果が起動効果ヴァンガードレギオン2万1000ですよ、ついに。そして CO アマテラス、相手のヴァンガードがグレード3以上ならこのユニットは一度だけドロップゾーンから4枚山札に戻し、山札から指定カードを探しレギオンできる、シグメード指定カードは CO アマテラスです。起動効果ヴァンガードカウンターブラスト1、このユニットがレギオンしているならカード名を1つ宣言し、あなたの山札の上を公開する。そのカードが宣言したカードならソウルチャージ2枚し、あなたのダメージゾーンから2枚まで選び表にする。さらに公開したカードがあなたの V にいるユニットと同名カードなら2枚引く。そのターン中この能力は使えなくなるということになっています。簡単に説明しますと、レギオンしている時に山札の一番上のカードを宣言します。でこの宣言するというのの前に、なんと使用アマテラスのソウルチャージして1枚山札の上を確認するという効果がありますので、確実にもう分かってるんですね。でそれを宣言して公開した時に、
その公開したカードが宣言したカードだったらソウルチャージ、そのカードを1枚ソウルチャージ、そしてもう1枚ソウルチャージしてダメージゾーンを2枚表にするってことなので、カウンターブラスト1で2枚、今度は、1回裏返してカウンターブラスト裏返して2枚今度表返るんで、実質カウンターブラストが一番表返ってしまうという効果ですね、なっています。しかもそのソウルチャージしたカードがこの宝鏡の女神大昼目か CO アマテラス、この上のね CO アマテラスどちらかだったら2枚カードを引くことができる、2ドローすることができるという強力な効果になっております、はい、こちらの CO アマテラスとついにレギオンをする G3 同士のレギオンなんですけどね、G3 同士のレギオン、G3 パワー1万1000の宝鏡の女神大昼目がついていました。そして次こちら行きましょう、はい、こちらがラブライブのバイス・シュバルツのカードですね。これは確かクライマックスだっけとかっていう横に向きのやつ、確かそんな感じのカードだったと思います。ちょっと僕詳しくないんであんまり分かんないですけど、はい、ラブライブ人気あるんでね、これ結構嬉しい人も多いと思います。そしてメインがこちら、ペラ、はい、このカードです。まず左側がバトルシスタープリング、そして右側がバトルシスタージュレというこのレギオンユニットのカードになります。レギオンしてますね、ここね、シャキーンってね。では、まずバトルシスタープリングを見ていきましょう。グレード2のパワー9000、バトルシスタープリング、このユニットのアタックがヴァンガードにヒットした時、あなたのカード名にバトルシスターを含むヴァンガードがいるなら、あなたのダメージゾーンから1枚まで選び表にし、他のあなたのユニットを1枚まで選び、そのターン中パワープラス3000するというユニットになっています。まあそうですね、結構序盤だったら使えるかなっていう感じですけど、後半は厳しいかなというような効果なんですが、まあ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 、結構強い効果かなというふうには思います。まあカウンターブラストを表返す上に、さらに他のあなたのユニット1枚選びパワープラス3000するという、効果ならね、結構強いかなというふうには思います。そしてこちらが、グレード3のパワー1万1000バトルシスタージュレです。こちらが起動効果ヴァンガードレギオン2万、バトルシスタープリング、相手のヴァンガードがグレード3以上ならこのユニットは一度だけドロップゾーンから4枚山札に戻し、山札から指定カードを探しレギオンできる、指定カードはバトルシスタープリング、こちらのカードですね、こちらのカードになっています。そして起動効果ヴァンガードカウンターブラスト3、このユニットがレギオンしているならあなたの中央列のカード名にバトルシスターを含むユニット1枚につき1枚引く、あなたの手札から1枚選び捨てるという効果ですね。まあ単純にレギオンしているならっていう時点でまず1体2体になりますよね。で後ろにさらにバトルシスターっていう名前を含むカードがいるなら3体になるんで、最大3枚までドローできるっていう感じの、カードになると思います。しかもこれ起動効果なのでワンチャンね、1ターンに2回も3回も使えなくもない。そして最後の、効果自動効果ヴァンガード、このユニットがヴァンガードアタックした時、中央列に他のあなたのユニットがいるならそのバトル中このユニットパワープラス3000なので、まあこのユニットがヴァンガードアタックした時、中央列に他のユニットがいるならそのバトル中パワープラス3000ですね。レギオンしてればもちろんこのユニット以外にこちらにユニットがいるんでパワープラス3000で2万3000になります。レギオンしてなくともこの自動効果は適用されるので、ブーストするユニットがいればパワープラス3000されて1万4000の後ろにブーストしたユニットのパワー分がプラスされるというような形のユニットになっています。はい、これはね非常に強いと思います。なのでバトルシスターデッキはかなり強くなるんじゃないかなというふうに個人的には思っています。ただカウンターブラスト3というのが結構重たい感じもするので、僕はまあこの大昼目さん
先ほどありましたよね、ソウルチャージしてカウンターブラスト表返す、ダメージ表返すっていう効果があったんで、これをこう組み合わせてちょっと使ってみようかなっていう、そういうちょっと変則的なデッキを作ってみようかなっていうふうに思っています。まあもちろんあのバトルシスターだけのねデッキを組んでみてもすごく面白い、あとはアマテラスと大昼目のを軸にした、デッキなんかを作ってみても面白いかなというふうに思います。今回は月刊ブシュロード8月号の紹介をさせていただきました。それではまた VTB ライド。